西宮ラジオサービスエリアは、兵庫県西宮市塩瀬町ラジオの中国自動車道場にあるサービスエリアである。スイタ JCT から 24km 地点に一致している。上り線の施設1988年7月9日に開設された。この区間の道路は以前から共用されており、SA だけが増設されたものである。これに伴い、 赤松 PA に設置されていたガソリンスタンドも東 SA に移設された。仮称は六甲サービスエリアだった。下り線は手前のサービスエリアパーキングエリアからの距離がいずれも長く、また付近の中国道は日本有数の常時渋滞が多発しやすい、なジオ坂区間であるほか、大阪近郊の SA の割には敷地が狭く、駐車台数も少ないことから、 関西圏で最も混雑が激しい。このため、SA 手前の本線上には、SA 内の駐車場空き状況の表示板も設けられている。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆などの混雑期には、本線が大渋滞する上、SA への入場待ちの車が路肩に列を作り、公衆便所に急ぐ同乗者が自動車を降りて、路肩を歩く光景も見受けられる。 吉羽サービスエリア上り線 1km 予告看板では標識の配色が IC のものになっているが、このサービスエリアは上下線とも入り口予告、入り口案内のすべての標識が IC のものと同じ配色になっている。2007年12月28日に上、下り線トイレをリニューアルオープンした。またスマートインターチェンジ設置の計画がある。 2007年4月25日10時30分にリニューアルオープンした。現在は使用されていない。晩年は道路渋滞が激しくなるシーズンには到底流上を通過する場合があった。なし過去に乗降扱いを行っていた路線便ただしケージバイパスを経由した場合、草津 PA から 72.2km の距離となる。名神西宮方面からの場合、手前のエリアは スイタ SA となるが、同方面からの直接利用はできない。一応近畿道にも小規模ではあるが、八尾パーキングエリアがある。名神中国道と乗り継ぐ場合、宝塚トンネルより、東のスイタ JCT や天童山トンネル付近でも、渋滞が頻発するため、休日や帰省時期となると距離が長い上に、渋滞区間も多くなる。二0 1年六月一日に、コスモ石油から、 ジャパンエナジーに、ブランドと運営業者が変更になった西宮ナジオ、SA お手洗いのグランドオープンについてネクスコ、西日本、中国自動車道西宮ナジオ SA が、リニューアルオープン。西日本高速道路サービスホールディングス。 https://web.archive.org/web/20080219032248/http://www.holtings.co.jp/news/2007/20070418c.html2014 年か4月7日へ閲覧 現在は、インターネットアーカイブに残存、決済写真画像を除く、ガスステーションのセルフ加工時及び営業休止の、お知らせネックスコ西日本、中国自動車道西宮ナジオ SA に、ハイウェイオフィスがオープンいたしました。西日本高速道路サービスホールディングス。 https://web.archive.org/web/20080417125227/http://www.holtings.co.jp/news/2007/20071121.html2014 w a 年か月なのかえ現在は インターネットアーカイブに残存、掲載写真画像を除く、ありがとうございます。